半分の電車してるルサーミックです。はい、ということでですね、はい、今日は家族でまあちょっとご飯食べたりなんかいろいろしようかなっていう感じです。はい、まだね朝の8時ぐらいなんですけど、みんな家族で5時半起きですっていうのも、ちょっと化粧も、私はなんで早く起きたかっていうと、化粧落とさないで寝たのと、お風呂も入らないで寝たのと、ということでね、早めにちょっとお風呂に入って、で、ちょっとみんなと、まあ一日合わせようかなと思ったんですけど、みんな起きてて、私よりも先になんなら起きてたみたいな感じで、で、まあ、これからもメイクとかなんでちょっとしていこうかなって感じなんですけど、とりあえずね、まあ、最近のことを話していこうかなって思います。はい、まずね、私はねこの毛穴をね隠すためにね、このなんだっけこれ、ね、毛穴かくれんぼしたしっていうやつつけて、鼻のね、なんていうの、鼻をこう埋めていきます。これはね、ちょっとね、こうやってやるとね、だいぶね、化粧しやすいっていうか、凹凸が、鼻の毛穴の凹凸がなくなるから、化粧崩れるっていう人とか、鼻めっちゃテカるって人はめっちゃおすすめですっていう感じでね、最近のちょっと話はね、ちょっとしていこうかなって思います。ついでにね、今日は日焼け止めの日やろがいいっていう感じで、はい。ドクター、せーの。日焼け止めになっていきます。なんか今日寒い、うちの親は寒いって言ってた。私全然寒くないんで反則なんですけどこたつも入れたいぐらい寒いって言ってた。寒いかな、全然反則なんですけど、うん、まあ最近のお話なんですけど、仕事とか、まあ自分の中で結構いい感じのペースでやってたのね。自分の合ったペースっていうか、そうそうそう。でね、仕事も、まあ、プライベートも、まあ、プライベートってあれだよ、なんか恋愛とかそういうのは抜きで、なんかその日常生活結構うまくいってる感じだったの。まあ別に悪くないみたいな、うん、なんかストレスなく過ごせてたんだけど、なんか一番最近ちょっとショックだったことがあって、まずこれが私の中で結構ビッグニュースっていうか、超ニュースなんだけど、なんと、マネージャーがね、辞めちゃうらしくて、私の。まあ一年ちょっとなんだけど、まだ中的には、仲間意識的には、まだ一年ちょっとなんだけど、でもなんかもう本当にいいマネージャーで、もうなんかもう初めて辞めるっていうことをね知った時、なんか失恋をしたみたいな気持ちになっちゃって、みたいな、辞めちゃうのみたいな、なんか別れるのみたいな、なんか結構ショックで、なんかなんて言うんだろう、辞めるのもすごいショックだし、なんか、なんだろう、なんか喪失感みたいなのがすごいあって、なんか辞めてほしくないって感じだったんだけど、でも無理じゃん、もうさ、決まっちゃって、もう卒業しますの体だったから、で、なんか本当にその聞いた日は、もう本当なんか、最悪みたいな感じで、もう超元気なくなっちゃってさ、あ、これ下地です。ウール&ジョンの下地、今日はまあちょっとファンデーション塗んないで日焼け止めと下地だけで過ごそうと思います。じゃないとなんかちょっと肌疲れそうってことでね、ちょっと薄メイクでやってきます。でさ、めちゃめちゃすごいショックで、やめちゃうのみたいな、別れるのみたいな感じでさ、すっごい私のためにさ、もう本当に超いっぱい面倒見てくれたの。私のためになんかわざわざこっちまで来てくれたりとか、あとは
ちのためになんか一生懸命仕事取ってきてくれたりとか、なんか私のためになること、もう本当に全力で頑張ってくれて、一緒になってきた仕事とかも、やったーって喜んでくれて、もう本当にいいマネージャーだったの。だからさ、なんか結構ショックで、私もう大人だからさ、なんかみたいな感じで、次にさ切り替えなきゃいけないっていうのは分かってるんだけど、大人だし、もうね、もういい大人って言ってもね、もうさ、あ、もうアラサーやんって感じなんだけど、それでもやっぱ別れは辛い、本当に。ああ、いなくなっちゃうなと思って、まあ、マネージャーがさ、次のステップに進むためには、まあ、応援するけど、でも本当にいい子だった、本当に。マジで辛くて、まあ、その日マジで元気出なかった。今は、まあ、その時よりはちょっと落ち着いてきてるはいるけど、でも本当にショックでさ、で、なんかもう YouTube とかもこうやってまた上げ始めてるタイミングだったし、みたいな。どうしたらいいの？私はマネージャーなしでやっていけんのって感じですよ、本当に。もうそれがもう最近のビッグニュース、私の中で。本当になんか、はぁって感じだったんだけど、ねえ、2個目。最近の報告、まあ2個目の最近の報告って言ったら、はい、下地塗り終わりました。めっちゃツヤツヤ。はい、次はこのアディクションのインビジブルエッセンシャルスパウダーグローを塗ってきます。最近はもうツヤを意識超してるから、ツヤ系塗ってます。でもこれはなんかほんとテカテカというテカテカにならないからめっちゃおすすめ。でもね、ちょっとね、もう粉がさダマになってきちゃってるから、これごと抜きます。爪を入れて、おれちょっと抜けないんだけど、あ、そう、私この間誕生日だったんですね。10月の1日にやったんですけど、なんか毎年なんか自分誕生日とかは結構なんか、まあ、祝う年じゃないんですけど、その、まあ、誰かにこうお祝いとかしてもらったりするのすごい嬉しかったの。なんだかんだこうお祝いしてもらったりとかしてたから、楽しみみたいな感じで。そしたらさ、びっくり、今年何もなくて。なんか、ちょっと期待しちゃってる自分がいた。誰かしらなんかやってくれるっしょみたいな。誰もやってくんな、やばくな。誰もやってくんな。これが現実。なんかこう、プレゼントとかあって、サプライズみたいなのとかさ、あるかなみたいなさ、あるじゃん。ないですから。自分で自分の誕生日ケーキ買って、で、自分に自分の自分おめでとうって書いたから。悲しすぎない？まあ、家族には、うちの母親と父親とかにはご飯食べ連れてってもらったんですけど、それ以外特になくて、まあ、友達からはおめでとうとか、メッセージとかもらったし、なんか嬉しかったけど、それぞれみんな自分の家庭がありますし、それぞれ自分の生活スタイルというものがありますから、それはしょうがないとして、でも、一人ぼっちって切ないなって思いますね、本当に。はい、次眉毛描いていきまーす。前と一緒、ずっと使ってるこの MAC の、アイブローライナーのリンガリング使っていきまーす。眉毛をこうやってね、整えながらね。で、二つ目は誕生日。お祝い全く何もないよ、みたいな感じだったんですけど。で、次。はい、眉毛。こんな感じで、肩だけ描きます。でね、足りない部分をね、このマックの、スキンフィニッシュ、ダーク、なんとか、これを、これで間を埋めていきます。はい、次埋めたらいつもの、あ、なんだよこれ。キスミーの、眉毛マスカラしていきます。はい、チークに、メルティングバーダーの、スックのね、スックのメル、んスックのメルティングパウダー塗っていきます。
もうここについてるやつでね、シャシャシャってね、シャシャシャってね。私は日焼けメイクが好きなんで、こうやってね、こうやって塗っていきます。何もやんないよね、みんなで多分ね。うん。鼻にも塗ってく。かわいいよ。うん。おつめ、やってみて。あと、最近の悩みって言ったら、なんか女性の視聴者がすっごい欲しいなって。まあ、わがままかもしれないけど、ちょっと欲しくて。そう、私やっぱさ、女性も見てくれてるけど、そんな、やっぱ男性の方がどうしても多くて、なんでだろう、私、ああ、でもそっか、まあ、ダンプ乗ってるっていうのもあるかな。そうそう、あるからさ、男性も、嬉しいけど、やっぱさ、同性に好かれる女ってさ、いい女でしょ。うん。だから、ちょっと、好かれたいなっていう。うん。どうやって好かれるの？女の子に。うん。で、結構会う人とかいう、すごい好きでいてくれるんだけどな。マネージャーとかさ。私のマネージャーとか私のことすごい大好きでいてくれた。うん。古澤さん、面白いです。古澤さん、本当にシリーズ楽しくて、めっちゃいろいろ言ってくれたの。はい、マスカラする前に、この、私目悪いんでコンタクト入れていきまーす。はい。とりあえずね、てかアイシャドウ言うの忘れた。うん、まあ、いかがでも聞いてないっしょ。うん、はい、ということでですね、目はね、こんな感じで、ナチュラルな感じにしてまーす。で、最近さ、あとまだ悩みあって、抜け毛すごいんだよね、私。マジで抜け毛爆弾でさ、超抜け毛すごいのね、やばくて。多分、次の投稿には多分、髪の毛ないかも。でもね、僕ら、もう生えてきたからあれだけど、こんなにさ、可愛いんだけど、死ぬ。あとこっちもやばいよ。あ、でも見えないよ。見えないわ。とりあえず、髪の毛をこんな感じで、ちょっと巻いていこうかなって。思いまーす。はい。最近いろいろ、まあ、こんな感じで、ね、マジで本当のリアルな悩み、みんなに言ってみたんだけど、みんなも共感するものあったかな。もうちょっとしたらね、みんなでちょっと出かけちゃうから、今日はもう終わっちゃうけど、またちょっと出かける様子とか、ちょっと映せたらいいなって思います。まあ、この後撮ってるかどうかは、マジでわかんないっていうことで。はい。ということでね、お話聞いてくれてありがとう。行ってきます。このノーマー映画泥棒じゃない服着ていきます。じゃあね。